みなさんこんにちは、ねねです。ちちです。今回はグー、何にも見えない、何にも見えない、目をつぶって。はい、じゃあ見てください。じゃじゃーん、今日はチップスターのアジア的ゲームをします。わお、キャラになってる。プリンセス？プリンセス？今回ある味がサワークリームオニオン、エビ油、バター醤油、チェダーチーズ、海苔塩、コンソメ、薄塩、アスパラベーコンの8種類で、全然食ったことないやつばっかな。多分半分も食べてないね。キキからでいい。じゃあキキ1個選んでこれこれよし、じゃあこれママ蓋開けます。シンデレラ、そうシンデレラからいきます。キキシンデレラ、キキシンデレラ、はい、1個ずつ食べてください。いや、1枚食べていいよ。これうまい。なんだこれ。これうまい。うまい。これ食べた時ないんだ、これ。これ赤しか食った時ないから。多分赤とオレンジもあるんじゃないかな。これと食べてほしい。食べたこと。あ、なんだろう。ない。オレンジもない。エビ焼き。オレンジもない。エビ焼き？ねえ、エビ。キキ何だと思う。キキ何味だと思う？これシンデレラ。うん。何味か。何味？バター。パパは？バター醤油。バター醤油。あ、やっぱりね、もバター醤油。バター醤油にする。じゃじゃん。じゃじゃん。バター醤油。バター醤油。正解。これはすぐわかるね。シンデレラ。シンデレラバター醤油でした。次はいい？じゃあ次ねね選ぼう。かわ。これ。これも絶対下でわかるよ。ママに。うん、そうだね。わかるかな、うん、これ言ってもらってムーラー、ムーラー味する。いや、せーの、うつし味でーでん、正解、ムーラン、うつし塩でした。うつし塩袋には書いてないんだね。シンデレラなんか嫌な顔してた今。もう一回、あ、なんか色は見たことある色。マジ？うん。匂いでわかる。あれパパ食べてない。何味？せーの。せーの。チーズ味。チーズ味？うん。お、すごい。チェダーチーズ味。正解。おいしい。うまい？チェダーチーズ。パパチーズのやつ苦手なんだよね。うん。ベル。ベル。あー、これもう後で食べたい。美味しかった。それ美味しかった。多分初めて見たかも。これ食べたい。あ、絶対抹茶味。こっち。ねねがめっちゃ警戒してる。もう匂いがやばいの。キキもほら、やだ、グリーンやだ。まあまあまあだ。まあまあうまい。何味？何味だろうこれ。サラダ。なんかもう色に惑わされてさ、サヤエンドウの味がする。なんかサラダの匂いする。何味？サラダ味。サラダ味？アイルサーってちょっと違う。アスパラベーコン。え？アスパラベーコンでした。アスパラベーコン、やっぱ緑系の匂い強いわ。アスパラの匂いだったんだって。アイルサー。じゃあパパに開けてもらおう。アイルサー。アイルサー。何味かな。何かな。蓋何色？ゴールド。ゴールド。え、なんでわかんない。なんでゴールド？だってさ、うん、なんかさ、うん、色がさ、うん、見たことある？ゴールドの蓋。いや、ないけどさ、もうねねわかります。あ、匂いがなんか新鮮な匂いする。キキ何味？エルサ。エルサ味する？もうエビでしょ。ねね、エビ？
うん、ねねエビ。あら。正解、エビだ。おー、正解。ほら、わしとわしが合ってたじゃろ。すごくね、2人分かっちゃった。ミッキー、アナ、ラプンツェル。アナ。聞いてもアナ。聞いてもアナ。ねえ、もう分かってんの？うん、分かってる、分かってる。父ね、何やったの？ねえ、もう一回教えてもらったら。お姉ちゃん、教えてって。ねえ、教えて。マリチ。あ、なんか見たことあるな。よいしょ。イエーイ。アナ。アナ、アナ。せーの。のり醤油。正解は？正解は。お、正解。正解。のり塩。あと2つ。あと2つ。ラプンツェルかミッキー。ラプンツェル。ラプンツェル。ラプンツェル開けるじゃん。オッケー。ここミッキーだよ。お、似てる。もう一回やって。はは。は？ここミッキーだよ。お、ちょっと似てる。え？もっとやって、もっとやって。はは。僕はミッキーキキもできるミッキー僕はミッキー俺はミッキーなんかこういうのなるのに似てない大丈夫ちょっと似てる大丈夫何味コンソメ味お、ねえねコンソメキキ何味だと思う？うたーベルベル味正解はコンソメデーデン正解コンソメこれ昨日パパとママで夜作ったんだそうだよえ、そうなのそうそうねねとキキ驚かせようかなと思って食べた何時に作ったのえ何時に作ったもうママババアで来てママババア何何何時に来え何時に作ったのえ何時に作ったの何時に作ったって何時に作ったんだよ何時に作ったのだから何時に作ったんだよだから、何作ったの？だから、何作ったの？あ、いや、味って言ってるじゃん。だから、1時作ったの？あ、時間を聞いてんの？大丈夫わかるよ、親父。親父のくせに。何味？あ、最後だよ、これ。あと何味出てないんだっけ？ん？せーの。名前が長い味。あ、言って。せーの。アングリバド。ミッチー映画アングリーバードとかね、アングリーバードだしまだ食べてね、ミッチーアングリーバードこれは、アングリーバード2という映画サワークリームオニオン味ブブーアングリーバードでしたイエーイ、もう私も勝ちだ何が勝ちなのとは食べていい？どれが一番美味しかった？どれ食べる？これチーズこれ美味しかった次はどれがいい？これはおすすめだな、バター醤油味パパはバター醤油いいよ、バター醤油食おうぜ30代にはバターがおすすめいや、30代代表みたいな言い方されても困るから本当にチーズどこ30代代表みたいな言い方されてバターをされても困るからチーズ見たいよ確かに、いろんな意味でうん、チーズうまいバター醤油食ってんの超うまいバター醤油どれだこれうんここアスパラどうだったまずいまずいアスパラはね、うん、あのサヤエンドウみたいな気がするあー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 あなにこれ味ゲーム、うん、バター醤油うまいバター醤油うまいよねうん香りだね、食べてみようアスパラベーコンあとベリオでつけるうんあ食べた瞬間ベーコンの香りがするねどうぞ誰も共感してくれないじゃあ、こっちじゃあんまサヤエンドウの味しない
これ。え、今何つった？いや、何も。サヤエンド味あんましないって言った。うん。ちょっとアスパラベーコン。だって言ってたじゃん。みんなもやってみてね。みんなもやってみてね。バイバーイ。バイバーイ。また明日ね。じゃあ、新曲。チュノーカンの。チュノーカン。オロンチュ。オロンチュ。